世界の強豪勢の中で身長204センチ、体重103キロ、まさしく脅威と恐れられている南アフリカ極真界のケニー・ウーテンボガードがいる。その巨体からは想像できない素早い身のこなし、ハイパワーの蹴りは人間の破壊力の極限を行くだろう。やめよせめ。心臓外科の世界的な名医バーナード博士は彼の後援者でもあり、彼にかける夢は大きい。それは空手の本家日本を倒し世界制覇を果たすことだ。博士は世界大会を目前に控えた彼の科学的な健康管理にも細心の注意を払う。彼のトレーニングは凄まじい。波の人間の数人分はあろうかと思われるそのスタミナをさらに増強させるべく、一日の大半は特訓のスケジュールに追われ休む暇もないほどだ。今日から25日までの3日間、この日本武道館で世界49カ国153人の空手マンたちがしのぎを削り戦うのです。第1回チャンピオン佐藤克明に続く第2回チャンピオンは、続々と選手たちが入場してまいります。イギリス選手団の入場であります。続いてボリビア選手団です。選手のアメリカ、今回は7人の選手団であります。中にあの熊殺しウィリー・ウィリアムス選手の姿も見えております。空手オリンピック、今開幕の時を迎えました。本日ここに第2回オープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催いたします。国連決議で来日出場寸前に南アフリカチームの選手たちは突如世界情勢の微妙な揺れが元で試合停止を命じられた。